で岡田彰布監督にご挨拶をいただきたく存じます。よろしくお願いします。おはようございます。先ほど宜野湾市に宜野村に20年という、ね、節目の年を迎えるということで非常に、長きにわたって宜野湾村には、お世話になっています。20年前僕は2003年度、コーチとして宜野湾村に初めて、このグラウンドに降りたんですけど、まあその年、アリを成し遂げて、で最初の年にアリを達成できて、で2004年から、前回の監督を引き受けたんですけど、今日の2月1日雨に立てられて石川の、体育館ですか、そこに行った記憶があります。宜野さんの方には、なんとかドームを作ってほしいというのがあって、この秋、宜野座のドームが、2005年に、すごく早く作ってもらいまして、その年、まあ、監督として2年目にあれを成し遂げた。そういう意味で、すごく、宜野座には、長いそういうなんかいい思い出が、たくさんありました。また今回は、2005年に、あれを成し遂げた、ね、その当時選手だったですけど、ね、そういう、仲間がまた、コーチとして今回戻ってきて、来てくれてます。私はまあ、15年ぶりに、タイガースのユニフォームを、着たわけですけど、やっぱりこのユニフォームに袖を通すと、やっぱり数多くの先輩方の伝統の重みを、すごく実感しています。18年ぶりという、なかなか、ね、あれにたどり着けない日を送りましたが、まあ、このユニフォームを着た以上は、今年は、あれに向かってこの2023年宜野座キャンプから、スタートしたいと思います。先ほども言いましたが、今年は2軍も、うるま市でキャンプを張ることが、できました。ファンの皆さんは、ね、ここからすぐ近くの、ね、うるま市にも足を運んでもらって、タイガース、全員の選手にまた激励してもらいたいと思います。23年はこの2月1日宜野座村キャンプからあれを目指してシーズンであれを勝ち取り、秋にはまたあれの喜びをファンの皆さん、宜野座村の皆さんと一緒に喜び分かち合いたいと思います。どうか、1ヶ月お世話になりますけど、よろしくお願いしたいと思います。今日は、ありがとうございました。岡田監督ありがとうございました。キャンプ期間中